三個目の神様とのお約束。神様との三個目のお約束はね、どんな時でも君のことを信じるってことなんだ。神様に信じるってわからなくて聞いてみたんだ。そしたらね、嬉しい時、悲しい時、どんな時でも君のことを大好きでいるってことなんだよって。そしてね、神様がどんな時も君のことを信じることができるまっすぐな心をプレゼントしてくれたんだ。だからね、僕はどんな時もどんなことがあっても君のことを信じるよ。僕も君に信じてもらえたらとっても嬉しいな。神様がね、君と僕が信じ合うことを信頼って言うんだよって。君と僕との秘密だよ。